ピン、ピロ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 ピン、ピン、ピロ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 ピン、ひよー、明けましておめでとうございます。今日は正月の2日でございますですね。いや、今日も素晴らしいお天気ですね。風一つない、とてもいい天気でございます。さあ、昨日元旦から輪島漆器物産店元気に営業しておりますので、今日も夜7時までナイター営業一発頑張ります。一つ皆様よろしくお願い申し上げます。昨日ですね、線香ろうそくとかよく売れてますよ。やはりお年始の時にですね、天秤に持ってかれるんですよね。ありがとうございます。これよりお礼を申し上げます。さあ、じゃあ今日も一発ですね、頑張っていきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。はい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 、よっこいしょよっこいしょよっこいしょ。なんか今日は箱根駅伝が始まりましたね。昨日ニューイヤー駅伝はどこやったかな、旭化成か。やっぱ九州すごい、よかった、旭化成よかった、頑張れサランナップみたいなですね。で、今日は今日から一応箱根駅伝と、やっぱあれを見るのはやっぱ皆さんですね、もう定番になってますね。ただ私はですね、もう箱根駅伝は店では見ませんので、はい、箱根駅伝を見ずにですね、頑張っていきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。はいはい、1月の2日、今日は黙々の木曜日、夜7時まで営業、いつものお約束、今日も元気に営業中。よし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 、あー、終わった終わった。さあ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 、今日も一発頑張る前みたいなですね。でもなかなかやっぱ箱根駅伝ってなんか視聴率すごく取れるんですよ、あれ。確か40何パーとかそうですもんね。やっぱ見ちゃってますもんね、お昼ご飯時とかですね。やっぱあれ一遍癖になると見ちゃうんですよね。まあまあ、ああいうスポーツ系素晴らしいと思います。今年もオリンピックもありますしですね。さあ、我々もですね、国産仏壇金メダル目指してですね、一生懸命頑張りますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。